じゃあ行きまーす。あ、あ、あ、もしもし。あ、ひまさん、ひまさん、ひまさん、ミムサイで、ミムサイで。はい、危ない、危ない、ミムサイで。ボン、ボン、エックス。危なかった。危ない、ひまさんがちょっとでも入作の遅れてたら、うるさ。死んでしまうところだった。危なかったです。ということで。ヘッドホンの奥から聞こえてきた。皆さん、本当にすいませんでした。はい、ということで。はい。ある、あ、お名前をよろしいあ、いや、お名前、ちょっとびっくりしちゃった、はい、はい、すいません。ニューサンズの友達のライバー、エクスアルビオと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ごめんなさい。本当にすいません。いや、大丈夫、全然、大丈夫です。あ、こんばんはエクスです。よかったです。あ、こんばんはエクスです。はい、有名なやつです。よろしくお願いいたします。有名なやつですね。はい、なんか、いろいろ。こんばんはXは、させてもらって、ドクゾーンさんのイベントとかで。そうなんですか。え、これ使うことあります、はい、あります。これ、そっか、実用性あるんですね。はい、なんか、今も知らずにXって言ってました。はい、はい。あ、なるほど、よかったです。僕も、僕自身持て余してたので。あ、すごいありがたい。持て余してたなら、はい、よかったなって。でも、もらっても全然大丈夫なんで。ちょっと、よろしくお願いします。はい。はい。ガチガチっすよ。いや、ちょっと待ってくださいよ、本島さん。違う、違うんですよね。はい、大丈夫ですよ。僕ら喋れるはずです。喋れるはずなんですよ。緊張、ちょっと緊張してるけど。いや、なんか、昨日、はい、昨日かな、一昨日かな、なんか、フォートナイトやった時あったじゃないですか、一回。やりましたね。そうですね。その時に、このトツのやつめちゃくちゃ、うん、緊張してマジ全く喋れないかもしれないっすって言ったんですよ。そうね、本間さんに、うんうん、そしたら本間さんが大丈夫、私が喋るからって言ってくれたから本間さんってなって、本間さんってなったんですよ。そう、任せてもいいですか。いや、ちょっと今日は調子が悪くて、多分なるほど。いや、なんか調子悪いです。はい、なんだろうな、雪山一緒にやったじゃない。はい、やりましたね。ウィンタープロジェクト覚えてますか。そうですね、はい、覚えてなかったですよね。その時に、はい、なんかなさい、え、何、はい、え、いや、大丈夫。その時はなんか全然喋れてたというか、別に知らないかったから、はいはいはい、こうなんかどこ行くんだよエビオぐらいの勢いで、はいはい、確かに言ってたんだけど、そうでしたね。こうなんか最近ね、フォートナイトというゲームヒマがすごいハマってて、はい、そう、フォートナイトを、教えてくれてるんだよね。そう、まあ、教えてあげてるって言い方はあれなんですけど、いや、もう、ほんと、僕を超えたんで、もう。いや、本間さんは。いや、もう、僕超えたんで、本間さんは。いや。圧倒的に上手いから、もう、あれなんですけど、まあ、一緒にやらせてもらってるって状態ですね。そう、やらせてもらってて、でもなんか、エビオくんが毎回、いや、何喋ります、はい、みたいな、雰囲気出すから、え、なんだろうな、こう、キマも、え、そんな感じみたいな。いや、だってもう、だって緊張するじゃないですか。しかも毎回呼び方が違うんだよね、はいはい、いや、お互い違うんですよ。僕も、いや、そうなんですよ。本間さんも僕のことなんて呼ぶかわからなくなってるし、俺も本間さんのこと今本間さんって呼んでるけど、本暇さんとも呼ぶし、暇さんとも呼ぶし、いや、ね、だからなんかいつもなんかそうね。だからフォートナイトのノリでフォートナイトの話はできるけど、はい、ロビーは話せないみたいな。無理です、無理です。ロビーは全然喋って、フォートナイトやってる最中は2人ともめちゃめちゃ増設に喋ってるんですよね。そう、でもロビーだと全然すねーみたいな感じ。何のアイテム買いますみたいな。そうそうそう、あ、この山といいっすねーみたいな感じの会話しかしてないから。そうなんでね、呼び方を決めるところから、そうだね、仲の良さって近づいていくと思うんですよ。なるほどね。そう呼び方何がいいですか、はい、何がいいですか。なんか呼ばれたい、呼ばれたいのとか特にないですけどね。普通に名前を呼んでいただければ大丈夫ですけど。名前でも、はい、エビオって呼ばれること多いんで、やっぱりはい、でもアルビオでも全然大丈夫ですよ。あ、一応アルビオくんっていう風にアークの時は言ってたんだけど、はい、でもちょっと長いかなと思って、はい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 、何がいいですかね。エビオ、いや、マジで何でもいいんですよね。でも、そうだな、し、くそ、ここはなんかあれかな、大先生って呼んでもらうべきなのかな。悩むな。なるほどね。じゃあ、確かに、なるほどね。違う、なるほどねはダメだから。俺めちゃめちゃ怒られちゃうんで。フォートナイトでは、でもだいぶ先生なので。いや、違う。
だいぶ先輩なんで、先輩ってアルビオ先輩。いやもう全然 X で大丈夫です。 これ伝えるのめっちゃむずいじゃないですか。 X で大丈夫です。じゃあ X って言います。はい、じゃあ今のことは何でも読んでください。わ、はい、かりました。なんて呼びます？これでもう決めましょう。あのフォートナイトやってる時も、フォートナイトやってる時もね、もう何、はい、て言ってるか毎回よく分かんなくなってくるんで。そう、え、何にしよう。本当に本間さんは何て呼ばれたいですか？え、なんか、え、なんて呼んでたっけ。本暇、本暇さん。いや、暇割り、いや、本間、暇割り、本間かな。いや、そうさ、うん、本間、本間さん、本間さん。いや、何がいいんだろう。絶対トツで話す内容じゃないですか。俺ら、名前を決め、まあでもね、確かに初対面として、はい、そうね、これぐらいの距離なのかなって。でも、本間さん、本間さん、本間さんにします。じゃあ、わかりました。はい、本間さんで。そんな時間かけるようなことじゃなかったです。はい、じゃあ、本間さんって呼んでください。はい、本間さんって呼びます。はい、じゃあ、X くん。はい、はい、なんでも大丈夫です。はい、じゃあ、フォートナイトを教えてもらって、はい、いろいろ、はいはい、配信で多分そろそろね、できるぐらいには打ち合いがね、ちょこちょこ。そうですね、打ち合いは良くなったんですよね。建築っていう壁は大きいものの、いや、そうそうそう、打ち合いはだいぶ良くなったので、そうできると思いますよ、マジで。そうね。そうですね。じゃあまたやろう。またやりましょう。はい、うん。あれ、裏の方が全然喋れてますよ、僕ら多分。そうだね。だいぶぎこちないっすよ。いや、フォートナイトないからだよ、これ。フォートナイトは、フォートナイトが僕らを繋いでたんです。いや、当たり前じゃん。フォートナイトないと無理だよ。フォートナイトがないともう喋れない。じゃあここにフォートナイトあって、フォートナイト想像してごらん。もうすぐ喋れるよ。あ、昨日恐竜のスキンやばくね。うわ、フォートナイトの恐竜のスキンやばかったっすね、昨日。やばみたいな。うわ、ほら、喋れてきた。フォートナイトすげえ。ってことで、次のまたフォートナイトやりましょう。はい、わかりました、やりましょう。いや、来てくれてありがとう。はい、すいません、なんかもう、ガチガチでした。あ、すごい救急車の音聞こえて、すいません、本当に。じゃあ、お迎えが来たということで。お迎えが来たということで。はい、ありがとうございました。召されてきます。すいません、お疲れ様でした。またお願いします。ごめんなさい、本当に。いやいや、ごめんなさい、すいません。はい、お願いします。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おばさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さよなら。はい、さよなら。はい、X。やばー。いや、緊張とかじゃないんだよな。喋れないんで、なんでだろうな。いや、なんでだろう、なんでこんな喋れないんだろうな。いや、わからない。いつもね、喋れないんだよな。なんでやろうな。全然苦手じゃないんだけどね。はい、だろうな、わかんないね。会話むずいな。